旬が2回あると、はいはい、南半球と北半球があると、はいはい、だから季節が真逆になれば当然半年に1回旬が来ると、北と南で来ると。どうもこんにちは、ここです。スーパーフルーツティーチャーのナオです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、今回は、うん、まあほんまに定番中の定番の果物なんですけども、はい、グレープフルーツについての動画でございます。はい、今回ね、うん、でグレープフルーツど定番、ね、もう身近中の身近なんですけども、うん、このグレープフルーツ1年中、まあ、スーパーで売られてるんですけども、うん、多分これにもね旬があるんですよね。ありますよ、もちろんですよ、うん、まあもちろんなんですけど、もちろんですよ、これを見ていただいてる方はもちろんじゃない方が多いと思うんです。うん、うん、なので、まあ、こういうグレープフルーツ1年中売ってるんですけども旬があるっていうところを、はい、まあ、今回は直先生に教えてもらおうと思っております。うん、はい、まあグレープフルーツ1年中あるって簡単に言うけど、うん、これ1年中売るためにどんだけしんどいかと。あ、そのまあいいものをね、いいグレープフルーツを1年中販売するっていうのが、どんだけしんどいっていうのは、何、生産者がしんどい、それとも果物屋さん、僕だ、果物屋さんは僕ですよ。あ、そういうこと。僕ですよ。どんだけしんどい思いしてるかと。あ、そういうことね。はい、で、あの、確かに旬はあるんですよ。はい、で、一般的に多分皆さんの旬のイメージっていうのは、うんうん、全くない状態から、まあ、旬が来てバンって出荷量が増えて旬が終わったらストンとなくなると、うん、で 旬じゃなくなったらもうないよねっていうもの、まあ、一般的にそうですよね。一般的にそうだ、はい、そうかなと、うん、まあ、大体の国産果物はそうやと思うんですよ。そうですね。でも、まあ、国産にたどり着いたらリンゴとかがグレープフルーツに似てるかなと思うんですけども、うん、1年中あるの。ありますね。ただ、ね、旬のイメージでいくと確かに旬はねバンと味上がるんですよ。はい、そっからこう徐々に徐々に下がってきてなくならない程度をずっと維持するっていう感じかな。出荷量もそうやし、味、特に味かな、うん、うん、もう味のレベルがバンって上がって徐々に徐々にこう減っていく、うん、でまたバーンと上がると、うん、はい、っていう感じの、そういう曲線を描くっていう感じかな。うん、でなくなりはしないってことね。なくなりはしない、そうね、うん、でもなくなるギリギリまでいくけどね。はい、はい、でただ国産のリンゴと違うのはこの曲線が2回あるんですよ。グレープフルーツは、うん、旬が2回あると、はいはい、っていうのは何でかっていうと、うん、まあ、動画でも何回か喋ってると思うんですけども、うんうん、まあ、世界広いんですよ。はい、南半球と北半球があると、はいはい、だから季節が真逆になれば当然半年に1回旬が来ると、北と南で来るというのがあのこのグレープフルーツです。はい、でじゃあ旬はいつなんやというところなんですけど、うん、もう柑橘は冬です。ほう、旬は、はいはい、ただまあ南半球の冬は北半球の夏なんで、うん、まあ、日本から見たら真冬と真夏に2回旬が来るっていうイメージで見てもらったらいいかな。ほんまにもう真夏です。うん、もう8月と、まあ12月、じゃあちょっとあれかな、1月ぐらいに旬、1月2月ぐらいかな、うん、年明けぐらいに旬を迎えると。で、まあ、普通の国産の果物だったら旬の時期は食べれる、はい、旬じゃなかったら食べれないじゃないですか。はい、でもグレープフルーツは1年中あるから、うん、旬じゃなくてもあるんですよ。はい、1年中食べれる、あ、やったっていうところと、うん、逆に注意しないといけないところが出てくるんですよね。まあ、まあ、そりゃそうですね。そうですね、うん、その旬、ま、真夏と真冬って言ったじゃないですか。その直前は一番悪い状態のグレープフルーツが出回ってる時期になっちゃう。例えば6、7月とか、そうそうそう、11月とか12月ぐらいってことね。うん、そうなんですよ。うん、で8月が一番いいグレープフルーツが入るのであれば、7月は一番悪いグレープフルーツがあるっていう、はい、もう本当にその壁一枚隔てて、最悪から最悪、最高まで上がっちゃうっていうのがこのグレープフルーツなんで、その落差がね、めちゃくちゃ激しいんよ。いや、そうですよ。めちゃくちゃ激しいんよ。だって僕、切ってたら分かりますもん。切ってたら、うん、カスカスやな、このグレープフルーツっていうのめっちゃありますから、ね、そうなんですよ。まあ、めっちゃあるって変ですね、うん、その時期めっちゃある、うん、だから本当に僕たちがもう言ったら、僕今ほんまに大変なんやって言ってるのはこの7月なんですよ。7月と、年末12月ぐらい、うん、もうほんまに年末のただでさえ果物少ない時期に、いや、グレープフルーツもうないのみたいな、うん、そう、今から年越しどうしようってなるのは毎年、うんうん、この時期がもう一番もう悪いグレープフルーツが出回る時期なんで、っていうことはその時期に、まあ、買わない方がいいんですよって、ね、買わない方がいいし、もうよくよく気をつけて買った方がいいかなと。で、まあ、これもねコツがあるんよ。はい、でグレープフルーツって大きく分けて3つあんねん、うん、3つ、はい、まあ、1つはこれですよ、ホワイトマッシュ、はい、うん、まあ、ホワイトってやつですね、うん、でもう1つはこれスタールビー、
ルビーと、この間もう一個ね、ピンクルビーって言われるグレープフルーツ、よく、まあ、あのピンクグレープみたいな名前出てきたりとか、はい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 ね、でまあ本来はここの仲間なの、このルビーの仲間なんやけど も、うん、もうスタールビーはもう別格やと思ってくれたいと思う、この ルビーの中でも、うん、真っ赤やね、はいはいはい、真っ赤で、しかも出始めしか出ないよこれは、はいはい、だから各グレープフルーツの旬のもう8月、どんずばの8月9月と2月、3月あたりにしか出ないの、うんうんうん、そう、これがスタールビーで、それ以外はそのピンクっていう、はいはい、ちょっと赤がだんだん薄くなってくる、なってるやつあるね、そうそうそう、あれが出てき始めたらだんだん下降曲線に入ってきてるよって思ってくれたらいいかなと。いやもうこのねルビーのね、うん、まあいいところがね、うん、イチゴって赤いじゃないですか、はいはい、もちろんね、うん、赤ってやっぱね映えるんですよ、そうやね、で冬しかでもないんですよね、その時に夏にこのグレープフルーツの綺麗な赤があると、うん、めっちゃ映えるんですよ、映えるね、カットフルーツも、うん、それがこのグレープフルーツピンク、え、薄っていうのやと全然映えないんですよね、うん、それはこの真ん中のこの子が原因ってことね、そうそう、この子、この子ですよ、ピンク、ピンクグレープ、あの、ね、まあ、ルビーって名前だったりとか、ホワイトルビーって名前だったりとか、クリスタルルビーいろんなあるんやけども、うんうん、まあ、ここはちょっとね物議を醸すところですよ、そういうことね、うん、はい、見た目赤っぽいけど絞ったら真っ白とかね、そういうのが存在するんですね、まあ、この子が出てき始めたらまあちょっと下降曲線に入ってきてると、はいはい、このホワイトマンション、これに関してはもう1年中ほぼ安定なんですよ、ほうほうほう、まあ、確かにやっぱりね出始めは美味しいよ、果汁も多くて、はい、で下降曲線を描くんやけども、ルビーほど激しく落ちないよね、はは、はい、うん、でっていうのもこれね理由はあるね、うん、日本でグレープフルーツってどっちのイメージ、こっち、そやな、うん、でも海外は違うの、海外でグレープフルーツって言ったらこっちなんよ、はあ、そうだ、で日本で赤いグレープフルーツっていうのはもうレアグレープフルーツとして始め成り物入りで入ってきたんよ、こんな赤いグレープフルーツがあるよ、うん、甘いよしかもって言って、確かに糖度も高いよこっちの、うん、で日本は昔からこっち、はい、でこっちはレアやって、でも海外は違うよ、海外でグレープフルーツって赤なの、でホワイトなんかあんのみたいな人もいたよね、でそういえばグレープフルーツのジュースってホワイトだよねっていう感じだね、うんうんうん、でこれなんでやと思う、いや分からん、グレープフルーツを日本で食べ始めたのが遅いの、世界でも、うん、日本原産の果物じゃないから、うん、でもう世界はみんなルビーを食べてたんや、うん、そこに日本もグレープフルーツ欲しいって言い出したら、うん、お前らはこれ食っとけと、で当時加工食品やった白が日本に来たんよ、うん、でもやっぱり日本その時発作とかそういうやっぱりまだ酸味の強い柑橘いっぱいあったから、はいはいはい、これ美味しいやんって日本でなってこれが普及したんや、だから海外では食べられてなかった実は加工品のグレープフルーツが入ってきたのが日本のグレープフルーツ、ああ、そういうことね、それが定番になってしまう、そうそう、で日本が値段をお金を出せるようになってだんだん、いや、じゃあもうルビーもこれルビーもどうぞっていう感じでルビーが入ってきたっていう経緯があるんで、ああ、はいはい、世界はこっちは余ってるんよ、うんうんうん、でこっちは取り合いしてるね、うん、ならやっぱりこっちのホワイトは言うても過剰にあるんで、うん、まだ入ってくるんよね、はいはいはい、どんどん日本で海外は食べないからやっぱこっちがなくなっちゃうとあのもうこれの奪い合いを始める、はいはいはい、そうってなるんでこっちの方が1年トータルの品質で見るとまだ安定してる、やっぱり水分は飛んでいくけども、うんうんうん、安定してるんで、あの、まあ、どんずばの旬はもうこっちを選ぶで、いやだんだん薄くなってきたな、ちょっと怪しいなってなったらもうすぐホワイトに切り替えてこっちを継いでもらったら、そういう買い方をするってことね、そうそうそう、そしたらこの1年のこのグレープフルーツサバイバルを生き抜けると、あ、そういうことね、はい、あ、そういう買い方か、そうなんですよ、で多分ホワイトは酸っぱいから嫌って言って敬遠する人もいてると思うね、うんうん、でもこっちの方がやっぱ甘いっていう感じ、やっぱり甘みある、うん、ただ酸度はそんなに変わらへんけどこっちは甘みが乗ってるっていう感じだね、うん、うんうん、そうやね、僕もグレープフルーツジュースって言ったらやっぱルビーの方選ぶもんね、うん、わかりました、はい、まあ、ということでグレープフルーツには旬が2回あるということで、はい、まあ、夏と、そうです、冬というところで、逆にそのちょっと前の時期は、まあ、買うのを控えるのか、まあ、要注意しないといけない時期がありますよというところで、うん、はい、まあ、1年中販売してるんですけどもちゃんと旬があるということを知っていただけたらなと思います、はい、なところでいいでしょうか、はい、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。